三浦さん、何やってんの。え、まだやろ、もう1時間ぐらい早いよ。レタスの花言葉は牛乳っていう都市伝説、ご存知ですか。知らん知らん。おい、何やってんの、ほんまに。レタスの花言葉は冷たい人。冷たい人、二宮です。逃げ番組ゼロです。お願いします。いやいや、もうええじゃないね。出だしをあれ使うんちゃうやろな、お前。あのですね、あの今日あのレタスの花言葉は牛乳だという都市伝説を聞いたもんで、それを一刻も早く二宮さんに伝えたくて、今日はあの予定時刻よりも前倒し前倒しで早く到着いたしました、松本でございます。いやもう俺あの準備してて。そうなんです、あのちょっとあの寝起きの二宮さんとご対面させていただきまして、びっくりしたマジで。いきなりお前あの作業してたらドア開いたから、あ、しばこうと思ったもん。ピンポンと鳴らすとともに入って滑り込むぐらいの勢いで駆け抜けてまいりました。そう、あ、泥棒かと思ったから、あ、首絞めようと思ったら、お前なんかカメラ回していきなり花言葉言い出したよな。ほんまお前あの一回ほんま医者行った方がいいで、お前そのそういうことやっていいのか悪いのかは。あ、ではちょっとあのお医者さんの先生にあのご意見伺ってまいります。お願いします。もうお医者さんと一緒に来い、それって。え、お医者さんと一緒に突撃するという。そうそう、お医者さんももうお医者さんに受けてもらうから。そのお医者さんももし来たら一緒にこうやってあろうとか言ってたんです。だからお医者さんのお医者さんでお医者さんに行くっていう、その話で、またそのお医者さんを全員連れてここに松本が集結して、二宮さん、何やねん、もういいって、もう次行けよ。もう一回やってくれ、これ何やねんそれ。そしてですね、なぜレタスの花言葉、私はさっき冷たい人と言いました、なのになぜ牛乳という噂が飛び交っているのかと言いますと、はい、それにつきましては番組の最後にお話しさせていただきます。おい、もう何ちょっとお前こじゃれたことしてんの。これ一回やってみたかったですね。飛ばしてったよね、もう後ろまで。じゃあ本題に入ろうかと思いましたね、ここらで。本日の企画、100均のスポンジとタッパーだけでフリフリのレタスを作るぞ。それをやっていきたいと思います。お願いします。私たち園芸番組ゼロは初心者でもできたをモットーに園芸や家庭菜園にチャレンジしていく番組です。皆さんと一緒に園芸や家庭菜園を楽しめたらと思いますので、最後までぜひ見ていってください。よし、今日はですね、初めての水耕栽培にチャレンジいたします。はい、これまであのペットボトル使って大根とかイチゴ育ててきたんですけれども、お家でも簡単にできる栽培方法、あ、間違えた。じゃあお前さ、もう完全に台本見てるやんか。どう間違えんのお前。それ書いてきたカンペみたいなのあんねやろ、それ読みながら間違えたって。何ちゃんと読みますと、これまでペットボトルで大根やイチゴを育てたり、お家でも簡単にできる栽培方法をやってきたんですけれども、今回はもう土すらいりません、水で育てます。いや、まあこれの知っとったからな、言うて。水だけで、まあ俺水差しとかしてたし、はい、差し木で水だけでも植物は育つということを仕入れましたんで、うん、なんかそれを水耕栽培というらしいです。水だけでね、はい、はい、で水耕栽培とは何かと言いますと、土を使わずに水と液体肥料を使った栽培方法です。別名をハイドロカルチャーと言いまして、はい、これあの前ちょっとやりましたね。そういやりました、100均の時にね、はいはい、あの無機質の塊の土をいっぱい入れてるやつね。はい、あれもハイドロカルチャーと言います。はい、近年すごいな、お前それ効果音として使えるで、ブチってよう言えたな、口でお前。そう、本物みたいな。なんか切れた頭。いや、なんか噛んだかなと思ったんですけど、うまくもうごまかして進めたと思ったら、なんかちゃちゃ入ってきそうになったんで、ブチって言ってしまいました。で、近年の植物工場では主流の栽培方法となっております。で、あのね、実は二宮さんやっておられるんですね、水耕栽培。
あ、そう、まあ動画でいろいろ。何ですか？いや、バイク通ったからマイクのためにな、動画のために水耕栽培をもう先に、はい、やらせてもらってる感じやな。これはね、出てきた方がいいやろ。はい、ある程度。そうなんです。まだこれは動画としては園芸番組ずらいでは出してないんですけども、その仕込みとして今二宮さんに仕込んでおいてもらっている、まあ、リボベジの一環なんですけれども、はい、これも立派な水耕栽培ということで、はい、どうぞご紹介ください。ご紹介ください。え、これ、え、取った方がいい、こっちで。あ、取っていただきましょうか。まずね、これ何を育ててるかというと、ニンニクです。はい、ニンニク。ニンニク、こっちもニンニク。それなんかニンニクのあれですよね、もう次の日からもう根出てたっていう。こう根っこ出てんのよ、こうやって。こんなに多分一番早いんじゃないですかね。なんかリボベジとかやってても一瞬で根出るやつなんかおらんけど。そう、ニンニクって、ニンニクめちゃくちゃ早かった。もうなんかなんかほんま水分を食べてるんちゃうかなっていうような、根っこし一匹一匹がなんかもうミミズなんちゃうかな、水を飲みたいんちゃうかな、早く飲みたいんちゃうかなっていう気持ち、一本一本がね、もうここぞとばかりものすごいスピードでやってます。だってそれ両方ともまだ1週間も経ってないでしょう、おそらく。俺の喋り方がおかしかった、分かった、今。あ、分からなかったです、すみませんそれもスルーしたら俺ほんまにちょっとその病気持ちみたいな、なんかちょっと薬やってる人みたいになるから、ここで一回突っ込んどきますね。ちょっと二宮さん、喋りおかしがなおかしがなはい、もう次行こう。次に二宮さんの大本命、こちら。ちょっとエフェクトかけてくださってますね。パイナップルやないかい。パイナップルということで、これ根っこはね、あんま出てない。なんかでも兆しみたいな、兆しみたいな、ブツって出てきてんねんけど、でも順調にね、パイナップルは3年かかるって言われてるから。でも3年かかったら実が取れるっていうところまでいけるんですよね。そうで、それをあったかくして育てないといけないということで、二宮さんが家に簡易温室みたいなのを用意されてるんです。あ、そうでございます。その中で今そのパイナップルは待機していると。はいはい、そしてお次は、それは何でしょう。アボカド。そうです、アボカド。何クイズにしたのそうですって何、俺やったって言ったよな腹立つな、なんかそうですって何俺がやったって言ってるよ。アボカドだけはまだうんともすんとも言わない感じで、1週間以上多分それは経ってるんですけど、なんかまだね。はい、でもそれが、うまく芽が出て生えてきたら、一種の観葉植物のような感じで部屋に飾っても、なんかそういう、なんやろ、観葉植物的な感じになるらしいんで、なんか面白いかなと思って、ちょっとリボベジとして今ちょっとスタートダッシュ切らしていただいてます。ね、リボベジできる野菜ってほんまに結構あるんで、またそれは別の動画とかで紹介したい、どんなものができるかっていうのをまとめたいなって思ってるんですけど、まあ今いろいろと試しています。そしてですね、はい、野菜や球根植物、さらにはサボテンなどの多肉植物、観葉植物まで育てることができるのが水耕栽培。素晴らしいです。はい、野菜系がやっぱり、野菜系っていうか食べれる系がやっぱ強いんかな、なんかそんなイメージあるわ俺。そうですね、野菜ってだから水分めっちゃ土に植えてても取っていくから、うんうん、とにかく水が欲しいみたいな感じなんですかね。うん、ちょっとやってみたいな、いろんなもので水耕栽培。そうですね、で家でだからめっちゃ簡単に楽しめるじゃないですか、もう土を用意する手間もなく水だけでできるっていうんで、うん、ではここで水耕栽培のメリットお伝えいたします。まず一つ、害虫が発生しにくい。お、土を使わない水耕栽培では害虫が発生しにくく、室内でも清潔に管理できます。はい、また農薬をかけなくても育てられるので、野菜を水耕栽培すると無農薬野菜を安全に味わうことができます。いい、え、あの
サルベストロールもつくんかな、やっぱり。あ、ほんまですね。カビ菌っていうのは多分そこら辺におるから、多分サルベストロールも出るんやろな。ただ室内やったらその危険にさらされることがあんまりなさすぎて、またそれはそれで、まあでもそれはさらされてるやろ、それなりに。カビはおるからどこにも。あ、そうか。ちょっと話聞いてませんでしたね、すいません。しず、何どうしたん、話聞いてなかったん、どっから。俺感じへんかった。あ、どっから聞いてなかったん。いや、あのね、聞いてましたよね。うん、まあ、聞くよな、話、人の話。撮影中やもん、だって。はい、二宮さんが喋っておられるんですから、もちろん当たり前やん、そんな。ずっと聞いていますよ。ほんまに、うん。そして2つ目、室内で育てやすく管理が楽で、水耕栽培というと専用の道具が必要と思っている方も少なくありませんが、実はペットボトルやコップなどでも簡単に始めることができます。ちゃんと言ってな、コップは。コッペって言ったね。コッペ板などでも簡単に。何その嘘つくん。コッペ板ってない。だから水耕栽培ってなんか結構装置みたいなのもあるらしいんですよ。ああ、るね。循環、水を循環させたり、うん、それって多分めっちゃ本格的に工場とかでやるやつなんですけど、家とかだったらもう毎日自分でちょっと水ひっくり返して、あの水交換してとかやってたら結構清潔になるんで、あの普通にポンって置いてるだけでできます、はい、で部屋の狭い場所とかでもポンって置けるので、なんか植物やりたいけど本格的なのはちょっとなって思う人でも全然おすすめです、うん、で室内だったら温度や湿度、風通しなども割と管理できるので、野菜の品質管理も難しくないということです。そして3つ目、インテリアとして癒される。水耕栽培はさまざまな野菜や植物を育てることができるので、もし部屋の中にグリーンが欲しい場合、観葉植物の代わりになって人々を癒してくれます。何だっけ、水仙やったっけ、あの茶葉、水仙、スミレ、なんかあれやん、水耕栽培ができる定番の球根、ヒアシンス。ヒアシンス、あれめっちゃいい匂いやし、あのそれ用のやつも売ってるんで、水耕栽培でセットみたいなのが。はい、ああいうのいいですね、うん。でここまでメリットを3つお伝えしました。デメリットあります、2つ言います。これはね、仕方がないんですよ。これ今1つ目早言え。これ本当に仕方がないんですよ、ね、酔っ払いなお前。ほんまに。ここで残念ながらのデメリット1つ目、根菜が作れない。あ、ほんまや。これはね、どうしてもやっぱり土がそれはいりますよということで、大根や人参といった下に伸びるものや、ジャガイモなど地面の下に広がる根菜類はどうしても栽培することができませんと。難しいです。はい。そして2つ目、これはね、あの日照不足になりがち。やっぱりあの水耕栽培は基本的に室内で行う栽培方法のため、どうしても日照不足になりがちです。あのまあ確かに出窓みたいにな、太陽がめっちゃ当たる場所に置けたらいいけど、なかなかないよな。ガラス越しに絶対なるので、直射日光っていうのは多分当たらない、なかなか。で野菜をはじめとする植物は水と土の中にある栄養分だけではなく、日光によって美味しくなるので、水耕栽培で作った野菜は日照時間によっては栄養価に差が出てしまうことがありますと。当然や。はい、うん、そういうまあ水耕栽培の特性があるというところで、今日はね、あの実際にやっていただこうかなと思います。ありがとうございます。これが最初に言っていたあの100均のスポンジでフリフリレタスっていうところなんで、うん、実際やっていきましょう。はい、これは関係ないの、これはまた後日やね。そうです、それはあのちょっと二宮さんの今頑張ってる姿を見せびらかした。やっていらっしゃい。すごいカットでじゃあ、ね、カットなの。はい、それでは実践を何はともあれやってみましょう。はい、やらしたい。今日は3種類の種を用意しましたので、はい、二宮さんの方からご紹介お願いいたします。はい、お願いします。レタス3種類お願いします。読みます。どうぞお願いします。割れてない、ちょっと元気いっぱい、元気いっぱいやっていきます。はい、ちょっと待ってください。なんかノコギリが揺れてますね、キラキラと。え、なんだそれ、ユンユン、それなんで揺れてるか
俺がノコギリで一ボケかまそうとしてやめた痕跡やんな。あーそうそう、あの二宮さんがさっきあのノコギリで一ボケ かまそうとしてあのもうええもうショック隠滅をしたの。読ませててくれお前すいません。何やねんお前。まず、はい、ベビーリーフレタス、ヘリングヘニングってやつ。ヘニングっていうレタスの名前ですか？そうです、ヘビーリーフレタスヘニングっていうので、はい、20日から収穫できるっていうスピーディーベジタブルの一つ。あ、めちゃくちゃ早いですね。そうです、これどっちのとしたらいいの？ここでいいか、こういう感じで。こんな、もう早く結果を出したい方に持ってこい。そう、結果を出した人にね、はい、でこれが、巻き時は春から秋、まあ、ちょうど今やね、はい、で、発芽適温が20度前後、はい、あ今ちょうどいいね。で生育、ね、なんて、かぶる。そうですね、俺説明してるよな。ええー、すいません、もう黙って初心者なんです。その黙って聞きます。生育適温が15度から20度という感じです。はい、次が、スピーディーベジタブルのまた種類でベビーリーフレタスのウェンディー。ウェンディー、なんかかっこいいね名前が。ウェンディー、これあちょっと色が全然違うですね。そう、あのちょっと赤くなる感じのノリです。でこれね、これも20日で収穫できるらしいです。はい、でこれも一緒、さっき言ったのと一緒です。だからほんまに今の時期に、はい、やっていくと。で巻き方はほんまにまたこれ違うんやろ、普通のやつと、土と違うからまた全部同じやろ。だってでもそうですね、共通してる巻き方は。はい、でもう一個、もう一つ最後にあります、はい、もう一個は普通のレタス、サニーレタスです。サニーレタス、普通の、あの普通ではないかもしれないけど、あの普通系、スピーディー系じゃないやつ。はい、です。ここでスーパーとかでもよくサニーレタス売ってると思うんですけど、ちょっと赤みがかった感じのお塩野菜です。それは、普通だったらじゃあどれぐらいで取れるんでしょう。普通だったら、はい、収穫時期は、知らん。書いてませんでした。今の時期に撒いたとして、撒いたとして、まあ、冷たい地域やったり、暖かい地域やったりで、うちは中間やとして、大阪は、まあ、10月に植えたら収穫は12月、2ヶ月やね。そうなんですね、うん、2ヶ月かかるものをスピーディーだと20日でいけるとか、うん、もう絶対使えよ、20日だって。あ、カットします。お前20日だって。あ、そういうなんか意地悪なところは漏れなく使わせていただきます。20日だって。で、レタスの種、今ご紹介いただきました通りで発芽気温が20度前後、これはそのスピーディーのものに限らずレタス共通みたいなんですけど、でここで注目が25度以上になると種が休眠するらしいんで。あ、そうなん。はい、え、なんで、種をまいて20度ぐらいをキープしてほしいんですけど、で夏とかにまいたら多分暑くて種が休眠するんです。でもし休眠した場合なんですけれども、あの一回冷蔵庫に入れます。で冷蔵庫で災害処理をする、災害処理って言うんですけど、あの種をまく前に発芽を始められる状態にすること。だから25度以上になって休眠してしまったやつは一回冷蔵庫に冷やして目覚まさせるってこと、はい、その目を覚ます準備をさしてから種をまくと。だからこれ両方しかもあって、あの気温が低くなりすぎたら眠ってしまうものとか特性としていろいろあると思うんですけど、いちごとかやろ。いちごはあれはそうですね、株自体ですね、株自体、株が、うん、あの温度が下がったら休眠する。この間調べてたらいろんなこと分かって面白かった。面白いの。はい、まだ、はい、そんな話なんかめっちゃ喋りたいですけど、ここではあのレタスの話だけにさせていただきます。はい、でレタスは高校生種子なんで、もうバラ巻きみたいな感じやろ、はい、もう植える必要がないってことやろ。そうなんです、だからスポンジでできるっていう部分もあると思います、うん、はい、そしてじゃあここでやっていきましょうか。もういやもう紹介しようや、まず。あ、ええ、あの紹介しますね。いやいや、なんで紹介せえへんの。やり方を教えるんやろ。何の動画これは。レタスの、レタスの種紹介するだけなの。え、まず、今からやるやつの準備するもの、はい、どうぞご紹介くだされ。はい、まず、スポンジ、これ100均で、もうあのほんまに
種も仕掛けもないスポンジです。はい、100均で5個で100円っていうものでしたね。そうです、4個しかないんで80円です。はい、はい、でこれね、あと水入れるタッパー、タッパー蓋付きのタッパーです。はい、で種で、これ、あ、待って、まずあとカッターナイフね。これはもうカットするだけやからみんな持ってると思うんで、カットできるやったら何でもいい。はい、でこれ水がこれ入ってんねんけど、これ何に使うやつ？あ、それはあの二宮さんが喉乾いたら飲む用ではなくてですね、今回タッパーとは別にあのペットボトルでもできますっていう、さっきあのアボカドでやってたやつなんですけど、あれを一つあのこのスポンジ栽培でもできるんで、うん、やっていこうかなと思ってます。あ、こっちとは別ってこと？はい、あのおまけみたいな感じで。あ、そういうこと、そういうこと。で、あのちょっとあの水がね、あの水がまだ残ってるんで、今ちょっとあのグッと飲み干していただけますか。あの今すぐ使えますんで、あのこっちの方が何を言ってんのお前。あのちょっとあれ、ちょっと水が入ってるな。おかしいぞ。え、ほんまに言ってんのこれ。お前絶対飲み物ちゃうやろこれ。あ、それは、あ、いえいえ、それは間違いなく。そう、パニック起こしてるやん。え、分からんのより言ってることが。え、飲めって言ってんの俺に。ええ、あのそこに水がありますんで、あの入ったままではできませんので、一回ね、カッターで切ったりするんですよ。で、どうせ後で水道の水入れるんですけど、あのそれはあの一旦空にしないといけないんで、あ、クッと開けていただいてもよろしいですか。いやいや、え、ほんまに言ってんのそれ。それなんか飲むってこと俺が今。え、ほんまに水なんこれ。二宮さんちの、あのね、私急遽思いついたんですよ、そのペットボトルのやつも紹介したいなと思って。で、ペットボトル持ってないしどうしようと思って、パッて二宮さんの冷蔵庫のとこになんか入ってたんで、それをあの持ってきましたんで、二宮さんが多分自分で飲みかけておられた。え、なんでそんな嘘つくん。飲まなあかんの。水じゃなかった場合はそこでパタンと倒れていただいて。いや、ほんまに言ってんねん。じゃ飲むで、ほんまに。はい、ほんまなの。それでは、まず手順1、スポンジの硬い部分をカッターで切る。はい、やっていきましょう。いきましょう。じゃあこれ一回置いときます。はい、あのですね、これスポンジなんか硬いとこついてるのを切らないと結局根が貫通しないんで、そこは切り取ってください。ここね、この部分ね。はい、なんか洗い物するときはそこはあった方がゴシ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 できていいんですけど、あの今回根っこに関しましてはあのちょっと妨げになりますので、切ります。切ります。それをさっきなんかノコギリで俺切るわって言って、なんかノコギリで、今多分ノコギリの世界線があった場合、今ノコギリゴリゴリしてるでしょう。え、これ適当でいいねんなんですね。はい、全然その硬い部分が取れたらそれでいいです。なんか硬い部分ついてへんスポンジないんかなと思って100均見てたんですけど、だいたい硬い部分ついてましたんで。まあな、はい、ついてないのが見つかった場合とかやったらもうそれでやってもらっても大丈夫とは思うんですけど。こんな感じ。はい、取れました。はい、これ使わんのこっちは。あ、それは二宮さんのなんか枕かなんかにしていただいたらいいかな。俺の頭の下で見えてんのお前、ほんまにこれ知ってる、こんなん。声出して笑えや。はい、じゃあ次もやっていきます。はい、4つとも全部ね切ります。いきます。これ結構あの切ってて思うんやけど、歯が見えへんから。あ、指がちょっと危ないです。そうそう、指が危ないからあの気をつけた方がいいかもしれない。だからちょっとな、何個もやるってなってこうやって調子乗ってズバズバいっとったら多分指切るから、気をつけて。はい、はい、2つ目。
慣れてきた。あ、いいですね、いいですね。だこれ下ほんまやったらなんかな、カッターナイフのボードみたいなんがあれば一番いいよな。そうですね、もしなんかこうテーブルとかでやられる場合傷つけてしまうんでね。そうそう、俺のはこれも傷つけていいように作ってるから。ご家庭だったら多分普通のテーブルとかになると思うんで、ガードした方がいいかなって。でペットボトルに乗せる用のやつはそのサイズだとはまらないんで、もうちっちゃく切っておきますか。その流れで一つ、はい、あ、何も聞いてませんでしたね、今話を私の話聞いていましたか。何、ペットボトルに乗せるやつは小さく切らないとそこに乗らないんで、今ついでに一緒に切っておきますか言うたんですよ。ああ、ちょうどなんて言うんですかね、その円、ここ、ここ、あ、そうですね、あの、なんやろ、そのペットボトルも切っちゃうってこと、ここ、それ切りましょう。ひっくり返してやるで、こうやろ。はい、あー、ほら、いいやんこれな。あ、で、そのサイズにスポンジもカットしましょう。こういうこと。あ、そうです、そうです。まあ、それで入るサイズだったら適当に。うわ、結構怖いの、これは。あ、これは怖いの、切るの。ハサミとかの方がいいかも。ハサミがいいか。パスッと。あ、ハサミがいいわ。ふわって。え、ほんでこれでいいの？もうちょっと切る。入りますかね。なんか多分ポンって乗る、そこにポンって乗るぐらいがいいと思うので。乗ってこれでいいの？あ、ね、中に収まるぐらい。中やんな。はい。まあ、ペットボトルはおまけなんでね、まあなんかそういうの楽しみたいなって人はやってもらったらいいかな。これぐらいかな。あ、いいですね。こんな感じ。はい、はい、セット完了。蓋を取ります。あ、じゃあ水を湿らさないとね。で、これにこう入れる、こうやって。いいでしょう。はい、ではそこにまず水を入れてスポンジを湿らせます。そうです。注いでいきますか。え、たっぷり。結構たっぷりで、あの、水浸かるぐらいまで。そうですね、種が乾かないようにしたいんで。はい、水を入れて、後でちょっと湿らしていきます。組ませて。こうギュッと。そのスポンジが種まきの土台になるんで、もうびしょびしょに水を吸うまでギュッとやります。言うてな、スポンジってそんなにな吸うけど、吐き出す部分も多いからな。あ、なんかな、湿ったら吸い付く感じになるな。あ、手がですか。いや、違う違う、その地面に。あ、もっといるんや。結構いるかもですね、それスポンジ全体湿るの。全部吸ってしまった、さっきの量やったら。種は乾いてしまうと発芽しなくなるのでっていうのがあるんで、水はたっぷりとかいいかもしれないですね。
今、まあ、ここでやってるからあれだけど、これも普通に炊事場とかでやれば、はい、もう全然水道からジャーってな。ここでやるからちょっと手間だけど、うん、未来になったらちょっと蛇口出してくれへんって言ったら、空間からもしかしたら蛇口がカッて現れて水が出せるって。なんでいきなり未来の話してるの？そう、突拍子もない話やめろよ。すいません、そういうのあったらいいかなと思ったんで。はい、え、これって水は結構たんまりまだ入ってるけどいいの？これはいいんじゃないですか。どうせまたそこから吸ってくれそうですし。はい、で、水を湿らしたらそこに、レタスの種を撒いていきます。種を撒いていくと。はい、じゃあまず王道のヘニングから。ヘニングで、まあ、ちょっと指濡れとった方がいいらしいんで、やるときは。で、これ2つついてんねんけど、とりあえずこうで、巻くときに間隔を、種と種の間の間隔を開けていった方がいっぱいできるらしいです。詰め詰めだと多分ぶつかり合ってできなくなるんで、バラバラという感じですかね。じゃあ、あんまり入れん、間隔どれぐらい？結構広めがいいみたいです。ほんまに。なんかそのスポンジやったら8個とか巻けたら。あ、マジで？めっちゃ巻いてんね、俺。ちょっと待って。結構ほんまになんか1個ずつポン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 って、まあ8個とか10個とか、もっと置けるんだったら置いてもらっても多分いいんでしょうけど。どうですか？いけた。いけました。いい感じで。うん、ちょっと余った。じゃあそのペットボトル、そのあれにします？だいぶ余った。じゃ一回ここ置いとこう。はい。こんな感じです。種をまきました。で、同じ要領で。同じ要領で次いきます。いきます。で、また指を。湿らして、ちょっと湿らして、で種つけたら、次はウェンディ、ね、ウェンディちょっと赤っぽいレタスですね。ちょんってやったら飲んねん、ここにちょんちょんって。種がね、小さいですね、かなり。うん、むずいな、これ。あと2つ。はい、はい、で、はい、もうそのままいきます。次サニーレタス、サニーレタスがいきます。もう作業やりだすとな、喋られへんくなるよな。はい、やっぱ初心者やから、もう集中して。そう、で多分私が喋りかけても全然聞こえないんで、私もこう見守らせていただいて思います。はい、じゃあここで一つ雑談、雑談ではないな、プチ情報、プチ情報を言いますと、俺喋られへんって言ってるのに一人で喋るってこと？一人漫談で、今植えていた20日でできるスピードレタスなんですけれども、実は私個人的にちょっとだけ植えたことがあって、それは土でちょっと試してみたことがあったんですけど、ほんまにめっちゃ早かったです。多分ほんまに20日ぐらいで気づいたらレタスが出来上がってて食べました。なんかめっちゃ良かったです。ちょっとちょっと野菜ここに欲しいなっていう時に、そういうのが家で収穫できたらめちゃくちゃ便利なんで良かったですよ。しかも早かったし。以上、一人漫談でした。漫談って知ってるお前やばいな。種がさ、めちゃくちゃ入ってる。あ、そうなんですね。そう、予定と違うな、なんか。もしこれが、出来上がった時にめっちゃスカスカに出来上がったら、ちょっと笑ってくださいこれぐらいの感覚でやった方がいいっていう話があったんで、それでさせてもらってます。やっぱね、こう失敗とかあっても、まあそれを糧にまた次成長していくっていうのが、この初心者なり農園芸番組ゼロ
なのかなっていうところで、ちょっとあのいろいろ試してみる、やってみたいなと思うことは試してみるみたいな。とりあえずやっぱやってみないとわからないんでね。おい、もう予防線張んなって、そうやって成功させてなんぼやろお前。だから裏でなんかぎっしり種まいておきましょうか、一つはい、こんな感じです、はい。これがスピーディーの方の、これがヘニングで、これがウェンディーで、これがサニーレタスです。はい、こんな感じでやらせてもらってます。やってます。種まきはもうこれで完了です。完了です。で、これがあの出てくるまで待機やろ。はい。で、まあこっから芽が出てきたら、まあまあ根っこがいっぱい生えてきて、限界に達するから、水耕栽培っていうのは根だけ水につけとったらそれで OK なんで、浮かしてあげる、上に。今はペタって下についてるやんか、これ見たらわかるけど、ふって浮かしてあげるっていうことが大切やから、浮かしてあげます。で、それ何をしたらいいかって、このスポンジをちょっと上に上げるだけやから、これね、蓋のここの部分を穴を開けて、ほんでスポンジをここに挟んであげる。ほんじゃ浮くやん、上に。え、相づちしようや、ちょっと俺、お前なんか神妙な面持ちでうなずかれてもな、お前はい、だから要は、まあ、これがスポンジやとしたら、ここに挟んであげるっていう感じだね。で、浮くから、で、ちょうどこのタッパ、これ何サイズのタッパなんかちょうどいいのよ。ここのこうボコってなってるサイズがちょっとこのスポンジよりも小さいから、挟んでる感じになる。こうギュッと圧迫して、なるから、でこれを切っていきます。まあ、それだけ、単純に。はい、切っていきます。はい。で、ここを沿って、これ2回やった方がいいな、こうやって。うん、なんかタッパー選ぶときに、その切れそうな、カッターが通りそうな素材の蓋のところのやつ選んだ方がいいですね。そうやな。めちゃくちゃ硬い素材で作られてる蓋とかも結構あったんで、なんかこれちょっとブニャンってして切れそうみたいなやつ。はい、振り抜けました。で、これをだからここに、あ、ちょっと硬いのがついてるかな、これ。それもあのイメージで、イメージで、こうやって挟むことで、ほら、わかる？こんな感じになる。で、まあ、これが上やとしたら芽が出てます。で、こっから根が出てる、だから下にブワーってぶら下がる状態になる。根がこうやって見えるかな、こっちに映ってる、このぶら下がってる状態になる。で、水だけがついてる下っていう状態を作り上げるっていうことなんです。はい。で、さっきのやつの蓋にバッてはめて、で、根だけにそうやって浮かした時は下の水に液肥を混ぜてちゃんと栄養をあげる。そうやね。はい、はい、で、続きやっていきます。ちょっとこれさっき一回切ってあったから、デモンストレーションで。はい。で、カッター使うときはほんまに気をつけて、結構力入れるから、そのできたらこう、こうじゃなくて自分がこう後ろにギュンってきても大丈夫のように、まあ大丈夫やと思うけど、結構これ力入れるから、うん、子供と一緒にやる場合もな、しっかり。そうですね、ちゃんとあの大丈夫かなっていうのを見て。そう、これ難しいで、多分結構な力いる。その切る部分はもう大人の人がやってあげた方がいいかもしれないですね。力が結構必要なんで、うん。で、こういう感じで出来上がります。それ綺麗な、これ。そうですね、ちょうどサイズが良かったのかな。うん、で、だからこれでね、例えば
これが来たら上に浮かしてここにペタって締めるだけでしっかりとこういう浮く状態になると、はい、次の段階ですね。次の段階つけててもいいかもしれないですけど、そうやな、もう一旦つけとってもいいんちゃう、これ。あ、じゃあ、サニーレタスを赤にしましょうか。あのスピーディーを緑にして、あ、そうやな。で、これまた使えるもんな、終わったら。はい。でもしあの動画を公開するまでにその根が生えてきてなんか浮かせてる状態が出来上がってたら、それ写真でここにサクッとこう入れましょう。あ、動画で、あ、オッケーオッケーオッケー、はい、できてますでしょうか、未来の、レタスさん、根が出てますでしょうか。出ていたらここにお越しください。ちょっとお前のな、そのなテーマって何なん、自分がそのやりたいテーマっていうのは。そのさっきからなんか未来のこと語りだしたりその未来のレタスさんとか言って写真出すっていうところもそれでいいやん。根が出てるのが、あればこちらですだからこういう風になりますよっていうの、はい、多分、どういうことって多分思っておられる方いると思うんですよ今、うん、こういうことです。はい。で、根が出てきたら上にここの間にかましてあげてあげるっていうことね、さっきも見せたけども。そうです。はい、こんな感じですね。あとはあの松のみです。はい、で、なんか根の部分、あの根が生えてきてその上に上げた時なんですけど、下透けてるじゃないですか、タッパー、うん、だからなんか下にこうカバーをかぶしてあげた方が、根の部分は暗くしてあげた方がいいのかなっていう感じだったんで、なんかそうやね、一応これは完全なクリアじゃないよ、これちょっとそのディフューザーみたいな白くスモークになってるから太陽が結構遮断されると思う、40% ぐらい遮断されて、なおかつ深くないから、はい、光の量もそんなに入ってこうへんと思うねんけど、よりいいもの、育ちがよく失敗したくなければ、まあ、周りを暗くしてあげる。だって土ってな、根っこの部分って基本暗いから土の中に入っていくもんやから、しっかりここを暗くすることで、失敗は防げるんちゃうかなと、確率は成功する確率上がるんちゃうかなっていう感じなんで、まあそれはもう任せますっていう感じです。はい、一応これ完成、種まき終了ってところです。はい、はい、終わり、今日これで、あのそのこれ、あ、これはどうする、おまけの後ろでよくない、なんか喋ることあるのこの後。ええ、決めてることがある。いよいよここで皆様どうぞお待たせしました。二宮さんもね、朝一から気になって仕方がなかったでしょう。レタスの花言葉が牛乳なんやって、そういうやつです。あのね、レタスの花言葉は本当は冷たい人っていう冒頭にね言ったやつがあるんですけれども、ネットでちょっとこれね、レタス花言葉って検索した人わかると思うんですけど、牛乳って絶対出るんですよ。意味わからなくないですか。レタスの花言葉が牛乳、気になるでしょう。ニューメさん、朝一からもうそればっかり気になって作業もおぼつかなかったでしょ。今までやっと来たが、俺やっとこの答え聞けるんや、そう思って今もう目がキラキラしてますね。あれえ、ちょっとニューメさん態度が悪いな。あれは照れ隠しということでさせていただきましょう。気になったってでしょあれね、ほんま無視してるとお前ほんまだんだんパニックになってくるよ。ニューマさん気になってたでしょ。なってない。なんでだと思います。なってないし、お前これをいつするかっていうこと伝えてないやろ。あ、そのペットボトルのやつおまけコーナーでやります。おまけコーナーって何。あ、最後に。はい、それこっからはまあ初めてやることやから言っていかなあかんで、ね、ええじゃないね。すいません、おまけコーナーで言うんですよ。はい、レタスの花言葉が牛乳っていうどういうことだと思います。え、なんでちょっとテンション下がってんの。レタスの花言葉って検索した時に絶対に出てくる牛乳、うん、これはと言いますね。いや、だからちゃんと喋ってや、ふざけてるやずっと。これはですね、実は牛乳、レタスというのと牛乳、ハッキシンって関係ない。なんで言い方変える。なんなんそれ、ハッキシン言ってって。関係ない。もういいってよ、お前キャラがさ
ボロボロやねん、なんか自分の。なんかはっきり言って関係ないんです、レタスの花言葉と牛乳は、うん、じゃあなんでこんななんかよくわからんことになってるのかなって言いますと、あのね、語源とごっちゃになってるんですね。でレタスは切ると白い液体が出てくるというところから、あ、そうなんや、はい、牛乳を表すラクというラテン語からレタスという名前が付けられているそうです。でつまりレタスの花言葉が牛乳なのではなく、語源が牛乳、なんかカフェオレとかのカフェオレ、レの部分が牛乳っていう、あれ、あ、何語かちょっと今忘れたんですけど、そのカフェラテだったらテが牛乳みたいな、うん、でそれラクっていうのが牛乳ってあって、うん、語源が牛乳やのに、いつからかレタスの花言葉が牛乳ってなんかこうごっちゃになって出回った噂みたいな。なんかでもなんかな、まあ、言ってることはちょっと分からんけど、なんかそういう全く関係ないのにその名残だけで残ってるっていうのって結構あるような、そのままの状態にしてるっていう、だからブラッシュアップできてないみたいな、そういうのやっぱ変えていかなあかんと思うんで、うん、新しくブラッシュアップ、バージョンアップしていかないと、うん、そういうのをお前はいきなり来た時に言ったんや俺に。そうですなんかでも一応一つ説があるのは、そのレタスから白い牛乳のようなものが出て、そこから発展して母乳ではなく牛乳で赤ちゃんを育てるのは冷たい人となり、冷たい人、冷酷が花言葉となっているようです、もういう説もあって、俺そういうのあんま好きじゃない、なんかもう当てつけやん、なんか結構なんかこれは無理があるぞと。そう、もうちょっとなんかスマートな花言葉が言われ、それやったらもう、じゃあこれはいきましょうか。ちなみにそのレタス切った時に出る白い液の正体、うん、これはサポニン用物質と言われるもので、この中にラクツカニウムというなんかポリフェノールの一種が含まれているそうです。いいやん。でこのサポニンっていうのは肝臓や腎臓の働きを助けてくれる効果があり、ラクツカニウムはリラックス効果やイライラを抑える効果があると、うん、だからなんか二宮さんがイライラしだしたら、そのレタス切ってなんか白い液体をシュッと口にこう放り込んで皆さんリラックスしてくださいってそういう風にやると思います、はい、っていうのが正体でした。いかがなものか。はい、あんさん、ありがとうございました。はい、それではいきます、おまけコーナー 3,2,1。え、もうラフに行くで。だからこの、おまけでこのペットボトルバージョンね、さっき切ったやつをこれで、ね、やります。でまずこう蓋開けなあかんねんけど、閉めたままやります。最初はこれをびちょびちょにしたいから、芽が出るまではもしかしたらその状態の方が全然いいのかな。あ、そうかもな。あ、この状態にしとく。そうしましょうか、うん、今ひらめきましたね。ひらめきました。これでまず水をたっぷり、そうそう、根っこが出た時に下に伸びるようにそのスタイルなんで、今はもうそれで十分、水も無駄に必要ないし。こんな感じね。はいはい、で、種ね、さっきなんか巻きすぎた種、巻きすぎた種たちを、まあ、合同でやらせてもらおうかなと。あ、1個しか無理か、2個いける？ 1 個やな、これこの幅的に。ちょっとそれちょっと多めに巻いてみます、どうなるかちょっと混み合うのか。でも不思議ですよね、そんなちっちゃな種があんな葉っぱバーンって広がってってレタスになるなんて。どれがどれか分かれへんってこれ。合同種まき、いろんなレタスが入り乱れます。え、それってサニーレタスも混ざってるんですか。え、混ざってるよ。はい、こんな感じで4つちょっとこれにやりました。
で、中はここの下の部分、ここの下の部分ね、ここの下の部分は水はまだ入れてないけど、上にキャップをした状態で上だけ水が溜まってる状態ね。そうです。で、根が伸びてきたらそのキャップを外して開放する、下に。はい、いい作戦ですねこれは。はい、以上やね。以上です。今日はまあこんなところです。ちょっとマジであのな、筋トレのしすぎか分からんけどな、やっぱ下向いてる、これスマホ首っていうのかな、なんか背骨のな、背中が痛いね。その腰ってここやったとしたら、それで上の、あ、それでしょ、それ私が出だして言ってたあれでしょ、うん、背骨のとこが痛いからっておっしゃってるんで、あのさっき飲んだ水がちょうどあの秘境の山奥のなんか湧き水なんで、そこそれ思んないでお前。あ、すいません。なんかいつの時代のそのネタなんそれ。平成初期やろそれ。秘境に行って必死で頑張って取ってきましたみたいな。まあまあ今日はこんなところでやりまーす。はい、もういいですか。もういいです。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。あ、新年番組でやってます。もうすぐ10万人いきます。あ、すごいカットしましょう。よかったらよろしくお願いします。すごい丸ごとカットです。なんでカットだろ。ドルを信頼、色は園芸、塗り替える記録、記憶にペイン、芝居でいい、芝居買っていい、ゴースするゼロのエンターテイメント、新たな心もセンス、光るエントランス、始まりはレッジ的に Always 突然、麦わらスタイルにつなぎは清掃、土いじり常に草木に栄養、花言葉に振り感じる生命を経験を